どうも、元山兄弟のせいです。真野なるみです。今日はですね、着物に合うおすすめの靴参戦。今回は靴のご紹介でございます。着物の履物といえばセッタとか下駄だったりとか草履系を合わせて着ることが多いと思うんですけど、和のものっていう感じで風情があっていいなとは思うんですけれども、我々は洋服着物を合わせていいんじゃないかっていうご提案をしているので、普通の靴だったりとかは着物に何が合うかっていうのをご紹介していければなと思っております。よろしくお願いします。まず一つ目、スニーカーです。これは昨年みんなにもらいました、誕生日プレゼントで。リーバックの、あ、リーバックってこれが可愛いんですよ。この朝の葉みたいな、朝の葉ですか、和っぽくて可愛いです。いいね。そちらは、これはなんか靴やのに、なんかコルクついてます。コルクついてます。エアマックス、まあ、こういうシュッとしたスニーカー、クツクツみたいなさ、やつあるやん。なんかなんていう、そういうの、そういうのやとちょっと足元が浮いちゃうから、こういうなんかスマート系のシュッとした系のスニーカーであれば合いやすいかなと思います。スニーカー履くときカジュアルにコーディネートすることをおすすめします。だから下に着るものは例えばパーカーだったりとか、まあ、T シャツとかでもいいし、そういう時にスニーカー合わせてあげるとカジュアルでいいかなと思います。次ご紹介していきます。せーの、はい、タッセルローファーでございます。こんなお揃いみたいなやつお持ちなんですね。2人ともタッセル持ってるっていう。タッセルローファーってこのふも、これがついてるローファーをタッセルローファーって言うんですけど、昔感ない昔感というか、なんて言いますか、あのレトロチック、レトロを言いたかったんですよ。レトロな感じなんで結構着物には合いやすい。冬場は僕こればっかり履いてるかもしれないです。女性もタッセルローファーいいと思います。スマートに似てるのでシャツ系を合わせるとか、バンドカラーのシャツとか、あの女性さんスタイルみたいな、めちゃめちゃ合うので、あと結婚式に行く時もいいと思います。やっぱ革靴なんで結構しっかりできるかなと思います。で、まあその革靴つながりっていうので、なるさん、ゆでで革靴、紐靴ですね。女性は紐靴もありかなと思うんですけど、男性はちょっと合わせづらいなっていうのがあって、ビジネスシューズとして紐靴履くことが多いのでちょっと浮いちゃうというか、おしゃれにまとまりづらいですけど、女性の場合は紐靴も合うかなと思います。男性の紐靴の場合はどういう形のものを、マーチンとかいいね、とんがってる感じよりは丸みがある方が全体的に着物には合いやすい。かなりビジネス感出ちゃうんで、この先シュッてしてるとマーチンとかほとんどのやつ丸いもんね、本部分に、あ、ステッチがね、でん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 って黄色い、かわいいよね。結構高大くんもよくマーチン履いてるよね、はい、なんか10年ぐらい履いてるこのマーチンっていうやつ。物持ちよくない？まあそんな感じです。じゃあお次、せーの、ででん、かわいくない？これ高大くんの私物拝借してきました。もともと旅ブーツって言って、アルジェラかどっかが多分出したのがめちゃめちゃ流行って、かわいいやんってなってるっていう。すごいね、これはもう和洋折衷。いやね、この一品で和洋折衷よね。だけめちゃめちゃうちの着物には合うなと思います。ここが足袋みたいに割れてるので、こんなね、ちょっと高いので、なかなかね、あれしづらいとは思うんですけれども、こういうデザインのものもいいかなと思います。だからそういう和のものとかって結構流行ってるっていうのも、そういう側面もあるので、靴でもシャツ系でもそういうのを着物に合わせてあげるっていうのは結構いいと思います。物で結構変わるもんね、小物でね、全然違うよね。だからバッグとかもさ、その革の巾着とかさ、僕らよく合わせること多いんですけど、そういう小物自体も和洋折衷してるものとかを合わせてあげると結構おしゃれに着ることができるんで、そういうのはおすすめですね。革靴のやつもあの概要欄とかに一応貼っては置くので、ただマルジェラさんのやつとかだったら多分10万から15万とかした気がするけん、なかなか手出しづらいと。だってうちの着物より高いけどね。物はね、そういう高いものを身につけなさいみたいな言われがちやけどさ、普段まあ高いそれにね、結構高いね。まあでもね、買える人はぜひ合わせてみたらどうですかという感じですね。で、あの長いやつもあってね、それのくるぶし上ぐらいまで、ああそれが多分一番最初に流行ったやつやね、その旅ブーツっていう。それやったらさ、サイクル古着屋とかさ、短い着物あるやん、それでも合わせられるなと思います。あ、そのリサイクルの着物屋さん行った時に結構多いもんね、その短い着物っていうのサイズが合わないみたいな。昔の方結構ね、小柄な方が多かったんで、昔の着物って結構ちっちゃいんですけど、丈が足りなくてもそういうブーツとかでね、足元をデザインしてあげたりとか、女性だったらロングスカートとかを下に履いたりとかで、逆にわざと見せるみたいな、そういうコーディネートも可愛いかなと思います。じゃあ今日は3種類、まあ、全部で一応4種類ですかね、ご紹介させていただきました。なんか他にもこういう靴可愛いよとか合うよっていうのがあれば、ぜひ教えていただければと思います。で、ヒール系とかどうなんやろうね、なるさんあんま持ってないもんね、ヒール系デザインによりそうよね。革のさ、ぶっとめのヒールとかおしゃれじゃない、うんうんうん、それこそまた
か短めで、こんぐらいのやつ、うん、こんぐらいのやつ、あれってことかな、ブーツっぽい、ブーツの高さ出るやつ、革のピンヒールとかは合わなさそうなイメージある、うん、どうやろうね、合わせてみらんと分からんけど、そういうのやるなら結構派手めなコーディネートをすれば、パーティーとかだったらいいかもね、普段着っていうよりは、そういういろいろね、なんか新しいコーディネートも考えていきたいなと思っておりますので、じゃあ今日はこの辺で、はい、ありがとうございました。あーわー少ないよ終わり。本日もご視聴いただきありがとうございました。モテヤマ兄弟のサンナンでございます。着物に合うおすすめの靴3選いかがでしたでしょうか。最近は着物に革靴履いてる方が多くて、着物のイメージも変わってきてるんだなと思っています。旅ブーツのような一つで和洋折衷されてるものだとものすごく相性がいいと思いますので、ぜひ探してみてください。今回ご紹介した靴たちの URL を概要欄に貼っておりますので、気になるものがありましたらぜひ飛んでみてください。ということで本日はこの辺で失礼したいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。ヘイマク。